ボルガ川とボルガ水力発電所、共産主義大建設計画の中のスターリングラード水力発電所を記念したき手。て、ボルガ水力発電所は、ロシアボルゴグラード付近のボルガ川に架かる水力発電所で、ヨーロッパ最大の水力発電所である。建設当時は、ソビエト連邦共産党22回大会記念スターリングラード水力発電所、と呼ばれていた。現在は、 ルスギドロ社が所有する。大祖国戦争が終わった後の共産主義大建設計画の一環として、スターリンが1950年8月6日に精霊に署名して、スターリングラードのすぐ北で大水力発電所の建設が始まった。主にコムソモールの若者たちが全国から集められて発電所建設の労働者として働き、彼らが住む新しい都市、ボルシスキーが ダムの砂岸の脇に作られた。1958年12月22日には最初の発電機が始動して、1961年9月10日には発電所全体が完成したと宣言された。技術的には様々な新しい試みがあった。1959年にはモスクワスターリングラード 500KV 高電圧線が使用開始され、数年後には ドンバスボルゴグラード 800KV 高圧直流送電線がテストに成功してしばらくして実用化されている。今でもボルガ水力発電所はヨーロッパで最大の発電所である。長さ725メートル、高さ44メートルのコンクリートダムはボルガ側にある。これをサポートしているのが3250メートル、47メートルのアースフィルダムである。 ダムの上には、鉄道、道路が通っている。現在の発電能力は2650メガワットで、年間エネルギー出力は120万キロワット時である。発電機は22機あり、115メガワット発電機が9機、125.5メガワットが8機、120メガワットが5機ある。漁道には11メガワットの発電機も設置されている。4.9キロメートルのダムで、 ボルゴグラード貯水池を作っている。現在、ルスギドロの子会社である、ボルガ水力発電所社が管理している。ボルガ水力発電所は、中央、ロシアの中央、ボルガ、南地域へ、電力エネルギーを供給すると同時に、ボルガ川下流地帯とドンバス地方の開発に大きく、貢献した。この新しいダムによって、ボルガ全体で収運ができるようになり、 特にサラトフからアストラハンへカスピ海へつながった。またボルガ川南部の砂岩の乾燥地帯、特に西カザクスタン地区へ灌漑用水が送られるようになった。こうした利水効果と同時にカスピ海の魚類の伝統的な移動に支障が起きた。特に王オ朝オザメのキャビア産業には大きな被害を受けている。魚道が非効果的で、 1962から1967年に15%も減少していると言われる。地味豊かな土地が巨大な貯水池の下に沈み、貴重な農地が失われてしまった。ありがとうございます。